コンベア X5-1 水平飛行中 x ファイはアメリカ海軍が計画しコンベア社で製作した垂直離着陸戦闘機である。1950年の仕様に基づいてロッキード XFV と共作された。愛称はポゴ、ポゴ。ホッピングのことでありポゴはそれの商標。アリソンのターボプロップエンジンと二重反転プロペラを用いる設計で デルタ翼と機体の上下の大きな垂直尾翼からなる十字型の機体の後端に車輪をつけて機体を立たせた状態から垂直に離陸するいわゆるテールシッター型構想であった。x ス1は飛行船格納庫で軽流テストを繰り返した後、1954年8月に屋外垂直上昇飛行テストを行い、11月に 垂直上昇から水平飛行への移行を行った。デルタ翼形式は当時のコンベア社が積極的に採用していたものであるが、急激に失速しないという長所があり、垂直離陸から水平飛行への転換の際に有利に働き、この形式の垂直離着陸機の翼形としてはぴったりであった。1955年に計画は中止された。 この形式の垂直離着陸では、パイロットは着陸時に地面が見えないため、着陸が非常に困難なものとなり、この問題解決の見込みが全く立たなかった。また、すでに超音速機の時代に入っており、アオン速にも届かない、この機体では、同時代の戦闘機に及ばないのが明白である、ことからである。ありがとうございます。